ん、漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガゾン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで今回は、各所で大絶賛されまくる不穏でっかいすぎる新感覚ホームドラマ漫画がヤバすぎたので紹介。かなりの話題作ってことは結構新しめの作品ってわけだな。ただそんな不穏で不快な作品がそんな各所で絶賛されることあんのか。まあなんだかんだで最近だと血の轍とかもあったし、みんなどこかでそういう陰鬱な作品を求めてるんだよ。今の世の中の雰囲気が暗いから作品にもそういうのを求める時代なのかもね。赤文字でそういうこと言うと勘違いされかねねえから、とっとと本題に入ってくれや。言わなければ誰もそんな風には考えなかったと思うけどね。それじゃあ早速本題に行くよ。よろしく頼むぜ。マガゾン漫画バラエティチャンネル。今回紹介する作品は高田敏先生の墨濁りという作品。本作はビッグコミックスペリオールで連載中の現在3巻まで出ている作品だよ。3巻ならまだまだ今から読んでも追いつける巻数だな。ただ高田敏先生って先生は正直聞いたことがねえんだが、有名な先生なのか。まだ2019年にデビューしたばかりの先生だから過去作はちぎれない人という作品のみだよ。正直私自身もまだ読んだことないから過去作についてはよくわからないんだよね。読んだことがある人はぜひ感想を教えてほしいよ。とにかくデビューしたばかりで2作目が話題沸騰中ってのはかなり才能あふれたすげえ先生ってことなんだろうな。読んでみたらわかるけど本当にそうなんだよね。今回紹介する墨濁りは漫画口コミサイトの漫画でランキング1位を獲得したり、麒麟の川島さんやビートたけしさんといった著名人も大絶賛しているんだよね。二人とも漫画に関して硬派なイメージがあるから結構重厚な作品が期待できそうじゃねえか。それで本作はどんな内容の作品なんだぜ。とにかく不穏な展開が連続するホームドラマだよ。あまりにもざっくりしてやがんな。家族構成とかなんでもいいからもう少し説明してくれや。東京に働きに出ていたが生活苦を理由に地元に帰ってきた末っ子で主人公の末吉。サバサバした性格で言いたいことははっきり言う面倒見のいい一人暮らしをする長女の夏希。機嫌一つで暴れる暴力的でマナーも悪くプライドも高い父親。脳出血の後遺症で半身不随になり要介護ながらも優しそうな母親の桃子。15年以上働くことなく友達がいたこともない地獄のような人生を送る長男の文也。以上の5人家族で繰り広げられるホームドラマだよ。なんか長女以外どいつもこいつも闇抱えてそうな家族だな。長女はまあ序盤の段階では何でもはっきり言えるから家族のバランサーって感じだし、それで合ってるかな。とにかくヤバそうなのが父親と長男って感じだな。それが簡単にそうと言えないのが本作の良さというか不気味さなんだよね。とりあえずやべえ家族を描いてるのは伝わったぜ。どんな感じでやべえのか内容紹介に移ってくれや。それじゃあ続いてあらすじ紹介に行くね。よろしく頼むぜ。マガゾン漫画バラエティチャンネル。ここからはあらすじや魅力を紹介するにあたって少しネタバレが含まれるから未読の人は注意してね。これ以上情報を入れたくない人は概要欄に本作をお得に読めるリンクを貼ってあるからそこで読んできてね。それじゃあ行くよ。本作の始まりは29歳の夏に主人公の末吉が実家に帰省しうたた寝をしているところから始まるよ。さっきの話とは打って変わってほのぼのしたい感じの始まりじゃねえか。すると突然外から女性の大きな悲鳴が聞こえてきたんだ。早々に急展開かよ。外を急いで見に行くとそこには、予想を大きく上回りすぎる急展開なんだが一体何なんだよこれ。兄の文也が自宅の前で連続通り魔事件を起こしてしまったんだよね。開始早々終わりじゃねえか。というところで末吉は目を覚ますんだよ。今こんだけムカついたってことはハイスクール鬼面組リアタイデイは本当にブチ切れてたんだろうな。ただこの夢落ちが意味するのは文也がマジでそういうことをしそうって末吉が思っていることなんだよね。別に15年にいとってだけでそこまでのことをする何かがあるわけではねえだろ。それも全然口を開かないしわからないんだよね。ただ誰も入れない文也の部屋では何かが行われてるみたいだけどね。
はちゃめちゃに不穏な雰囲気出てきたじゃねえか。まだことに及んでないならとっとと部屋に踏み込んだ方がいいんじゃねえのか。なんだかんだで他の家族はフミヤのことを悪い奴だとは思ってないんだよね。なんでなんだよ。家のことは手伝うし家族でご飯も食べるし生き方含めて異常に不器用なだけで悪い人間とは思ってないんだ。まあそう聞くとダメ人間ではあるかもしれねえが極悪人だとは思えねえな。スイッチが悪い方に考えすぎなんじゃねえのか。スイッチは子供の頃にフミヤの本性とも思えるシーンを見てしまったんだよね。これアスファルトのブロック振り下ろそうとしてんだよな。やっぱりこいつクソやべえじゃねえか。ただやばいのはフミヤだけじゃなくてこの父親もなんだよね。見た目からしてクソやばそうだもんな。今は桃子がほぼ寝たきりになってしまったから献身的に家事もこなすんだけどね。ついにこいつは実際やつそうじゃねえか。でもまあ当然過去にはこういうことをしているし酒癖もめちゃくちゃ悪いんだけどね。とりあえず当面のヤバそうなのはこの二人だね。そしてスイッチと父親がスーパーに出かけた時のことなんだけど早く結婚して家を継げと言ってくるんだよね。なんか継ぐ家業でもやってるんだっけか。何にもやってないよ。じゃあ一体なんだって言うんだよ。なんか言語化にしにくいんだけど家を継ぐってことが何かの認識はなくてただ習わしに従わせようとしてるって感じかな。まあ広く言えば老害って感じだな。そしてこのスーパーで別れたんだけどその後ろをつけるフミヤの姿があったんだ。どう考えてもムカつくやつの頭かきは利用装備じゃねえか。一方その頃スイッチは幼馴染のスミカとの再会を果たすんだ。このスミカはスイッチの家族に何の偏見もなく面白いお兄さんくらいで捉えているんだよね。めちゃくちゃ純粋ないい子みてえじゃねえか。多分そうなのかな。こいつも実はやべえやつなのか。まあ直接的な言及は伏せさせてもらうけどそもそも本作にまともな人なんていないんじゃないかと思ってるよ。母親とかは別に普通な感じじゃねえか。母親は母親で何かフミヤを使って企んでいるというか何かしているようなんだよね。ここからは何か闇がありそうな母親の桃子。謎の DVD を隠し持つ怪しすぎる父親。スミカとスイッチ一家の関係性。スミカの社員証に何かをぶっかけるフミヤ。この辺りを中心に物語が展開していくんだよ。それもこれもクソヤバそうじゃねえか。本作の魅力はこれらの違和感とか不穏な感じがほのかに香ってくる人間の恐ろしさがうっすらと書かれているところなんだ。そして全話終わり方が絶妙な感じで何かを匂わせて終わるから読む手が全然止まらないんだ。伝わるかわからないけど、重装騎兵防衛剣とか、プリズンブレイク、みたいに格は続きが最高に気になる感じで終わるんだよね。まあとにかく信用できるぐらい評判もめちゃくちゃいいし、とにかく読めばわかるってことだな。そうだね、とにかく1話読めばこの不穏な雰囲気に飲み込まれると思うよ。それならとにかく概要欄から1巻を読んでくるぜ。ということで今回はこの辺で。それじゃあまた。